はい、えー、ステマ規制法案と、えー、映画、社会の話を、えー、したいと思います、えーまあ。10月1日からですね、ステマ規制法案が、えー、施行されまして、えー、じゃあ一体ですね、えー、映画、えー、社会を見て、えー、感想を言ったらどうなるのかっていうね、お話をしたいんですが、まあ、ほとんどグレーですね。これはね、まあ、ブラックに近いグレーですね。 でまあよくあるのが、えー、無償で商品を提供してもらって話した分には OK みたいなね、えー、こともあるんですがこれも結構グレーなんですよねで無償だから OK ってわけではない要するに報酬、えー、お金ですよね金銭が発生しなければ OK というわけではないみたいなんですね 無償でも、例えば、えー、相手先の企業さんから、えー、よろしくお願いしますとかね、えー、言われたらそれでアウトっぽいですね。えー、具体的な指示があったらもちろんアウトですが、まあ、何をね、言われるかわかんないですよね。 で、まあ、無言でってことですりません、そうするとね。で、無言の圧力もあるかもしれないし、あの笑顔の裏には実はみたいなね。まあ、そもそも、社会に呼ばれるってことは、その企業との関係性があるってことですから、えー、たとえ無料だと言っても、これは、え、利益の対応になるというふうに、まあ、考えてもね、このステマ規制の、え、立法の趣旨から見ても、まあ、間違いないだろうなと思いますね。 なので、えー、もし社会を見て感想を YouTube に上げて PR をつけなかった場合っていうのは完全なる自由意志で感想を言わなきゃいけない。 ということなんですが、そんなことを果たして人間ができるのかっていうね。まあ逆もありますよね。それを人間が証明できるのかっていうのもありますが、まあ基本は社会っ見たら PR ってつけなきゃね、えダメですよね。あの他の案件とかもそうだと思うんですが、まあ案件っていうのはもうすでにプロモーションだって言ってますけれども、え無償でも、えー、いただいたものを えー、例えば YouTube にあげるって条件でい、えー、優勝で、えー、無償でもらった場合はこれはもちろんダメですし、えー、好き勝手すればつってもらったものを好き勝手にリポートをしましたっていうことであればね、えー、それがワンチャン通ればいいんですが、まあ、普通はそんなことはないというふうにね、思いますよね。 なんで、えー、まあ、レビューしたかったら買えばいいんじゃないのかなと思いますね。で、もしもらったものをレ、えー、ビューするんであれば、あるいは釈迦に行ってレビューするんであれば、まあ、PR つけるっていうのがまあ基本でしょうと。その DVD を、えー、もらってですね、えー、先行プレビューの、えー、DVD をもらって、それを見て、えー、書いたりとかですね。えー、それから、えー、まあ、 いろんな社会とか、えー、取材とかに呼ばれて、で、まあそこで、えー、お土産とかですね、えー、それからまあ映画を年、ね、2時間見たりとかするのは、まあ現金ではないにしろ、えー、何かもらっているということにはね、変わりないということなんですね。なんで、えー、まあ、これ厳密に適用すると、えー、非常に、えー 暮らしやすい世の特にまあ映画とかはこの前の東方さんの件もそうですけれども誰も触れないですよね、えー。なんでやっぱり職業映画評論家さんっていうのがねまたコメンテーターさんっていうのがいてまあ まあ、まともなものがないんですよね。なので、まあ、えー、そういう方たちがですねは、まあ、テレビの世界とかに帰っていただいて、えー、まあ、YouTube は好きかっていうような世界が戻ればいいんじゃないかなとね、思いますね。YouTube にまで来てそんなことをしなくても、広告宣伝しなくてもいいんじゃないかなと思いますね。これがですね、実はテレビとか雑誌とかラジオとか、すべての媒体もって書いてあるみたいなんですね。 でそうするとですね、まあ、えー、まず雑誌ですが、雑誌はほとんど記事校ですから、全部ステ,ムステルスマーケティングだと言っても過言ではないわけなんですよね。その記事と出向とその、えー、本編の記事が連動してない、えー、その同じ雑誌の回で連動してないことはあったとしても、まあ長年のお付き合いで、えー 広告を入れたり、記事を書いたりするわけなんで、これ、ステルスマーケティング、えー、ステマ規制法案ですね。これを厳密に、えー、雑誌に適用すると、すべての雑誌を廃刊になるんじゃないのかな、と思いますが、まあ、そんな雑誌はやっぱり潰れていいんじゃないかな、とね、思いますね。えー、そして、えー、まあラジオ、ラジオも結構ありますよね。ラジオもその、えー、自腹で買わないで、 送ってもらったやつとか、それがまあ、テレビショッピングとかですね。あ、テレビじゃないですね。ラジオショッピングとかですね。まあ、ラジオショッピングの場合は、もうラジオショッピングって言ってるんで、まあ、えー、それはセーフだと思いますけれども、そのラジオショッピングで取り上げた商品を、まあ、えー、 ショッピングとの時間じゃない時に、まあ、PR したりとかすると、これはまあかなりグレーになるんじゃないのかなと思いますね。まあ、そしてやっぱり一番やばいのはテレビかなと。テレビも捨て間しかないみたいなことがね、ほとんどですから、そうじゃなかったらあんなに毎日毎日ディズニーね、えー、のニュースやらないですよ。ニュースにもなってないですよね。もう 今本当ひどいなと思うのはディズニーとか取り上げてない日がないんじゃないかなぐらい毎日毎日どっかでね、えー、取り上げられてまして、ちょっと前まではそのハリーポッターとかですよね。これも全部ステルスマーケティングですよね。えー、そのディズニーの CM を出稿、えー、入れてもらった、えー、見返りに番組枠を提供してるということなんで、えー、まあこの 法案が、えー、厳密に適用されることをね、えー、願いたいと思うんですけれども、まあ日本っていうのは電通ですよね。電通の力が非常に強いところなんで、えー、まあ、えー、そう簡単にはいかないんじゃないのかなとは思っていますけれども、えー、とりあえずはこれはステマじゃないのか、ピアルれドっていうふうにね、言える、えー、そういう体制になったのは、まあ良かったんじゃないのかなと思います。